休み時間ラジオ井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあ、終わりましたエクアドル戦がね、0-0の引き分けということでございましたけれども、いろんな狙いについてをねちょっと先生にいろいろ聞きたいのかなって思いますけどもね、なんかまあ30から26に絞っていくというね、そうだね、中でマークがチリーズね、いろんな形を見せてもらった、うん、ね、皆さんもいろんな、そうだね、語りしろが増えたんじゃないかなと思いますし、まあいろんなご意見もあると思うんですけれども、うんうん、まあエクアドル戦に限って言えば、なんかこう何を思ってスタメンを組み、何を狙って変えたのかみたいな、まあね、うまくいったいかないか置いといて、その狙いについてちょっと先生どう考えてるのかな、うん、みんなどう思うのかなみたいな感じですけど、はい、僕はやっぱ田中を柴崎学園の2ボランチ、はいはいはい、めちゃくちゃ良かったなとちょっと正直思っていて、田中を柴崎、はいはいはい、そうそう、何がいわゆる狙いだったのかって言われたら、うんうんうん、エクアドルと戦いながら、うん、ちょっとシミュレーション、VR コスタリカだったんじゃないかなと思ってるんですよ、はいはいはい、はい、仮想ね、だから相手の動きとちょっと合わせるというよりも、その先のコスタリカを見てやったんじゃないかという狙いってことですね。そうですね。で、コスタリカが結構内に収縮してくるタイプなんですよ。内に収縮、はい、守りで。そう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 。だから、できるだけ今日の三笘くんと、あとはやっぱり堂安選手ってこの二人は、やっぱ外からこう、内に入ってきたがる系ウィンガーの2人。はいはいはい。かなり外でまず張ってるってこと多かったですね。そうでしたね。序盤非常に幅取ってました、日本は。うんうん、ねえ、なんか開いちゃってんのになぐらい思うぐらい、そうですね、うんうん、もしかしたらそのスプリンクラーめんどくさかった問題もちょっと残るんで分かんないですけど選手に聞かないと先生はすごいスプリンクラーを気にしてたっていう ね、 そうですね、選手がっていうのはすごい先生は言ってますけどもね、あれはちょっとね、まあ、ちょっと聞かなきゃ分かんないから一回覗きますけど、ただそれで柴崎選手も田中尾選手も、まあ、いわゆる長友選手も山根選手も、はい、いわゆるあからさまにサイドアタックをすごい意識しまくっていたなっていうところが、うんうん、まあ、狙いだったでしょうね、っていうかチームとしてのあれは狙いだったでしょう、そうなんですよ ね、 ね、うんうん、だそれをやっていた、でそれで、お互い田中尾選手も柴崎岳選手も自分で散らしつつ、なかなかサイドバックとウイングの連携だけでは突破できないと見るや否や、自分がインサイドハーフっぽい動きでそこの2人のサポートに回ることも多かったんですよね、うん、だから1人で2役やり続けてくれて、はいはい、まあ、それが良かったなと思っていて、うんうん、で多分あのチームの本当の狙いはトップ下でありながらも多分フィニッシャーは南野匠だったんです、うん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 、右であれ左であれいろんな突破形態があって、うん、で古橋さんがセンターバックつってぽっかり空いたところに南野さんってやる、なるほどね、うん、まあ言っては南野厳しく来てましたよね最初から、そうですね、うん、あと三笘選手にも最初2人行ったりだとか、うんうんうん、まあ、堂安選手にもそうだったなってところがあったので、うん、そこ厳しく来られた時にはどうするかっていう課題はちょっと残ったのかなと思うものの、うん、もうおおよそやりたいことはうまくやったんだろうなと思いました、うんうんうん、まあ、ただそれがただ相手のやりたいこととも噛み合ったので、できるだけ途中でやり方変えなきゃいけなかったけど、まあ、そこはちょっとスプリンクラーの僕は気の紛れがあったなと思うので、うんうんうん、気にしなくていいんじゃないかなっていう前半で終わっちゃったのかなっていうのがありましたね、うんうんうん、なるほどね、まあ、仮想コスタリカだったということやね、それをまあ前半やりきったっていうことですよね、これね、うんうんうん、でもだからやっぱ分かりやすいのは後半というか、やっぱ鎌田選手出てきてからですけどね、はい、うん、あの辺の投入の狙いといいますか、うん、まあ、狙いはもちろん ね、 あのサッカーで勝つことなんですけど、まあ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 、いやもちろんドイツ戦とかね、その先睨んでの、うん、まあ、まあテストじゃない選考とかさ、そうです、ね、どうなのか、この試合を単純に取りに行ったのかとか、本当は出したくなかったのかとか、どう思います、僕はやっぱ 0-0 でそのコスタリカ戦後半迎えちゃったからっていうところの想定をできたのかなと思っていて、やっぱその外使いたかった日本、まあエクアドルもそうだったなと思いますけど、で鎌田選手ドーンって置いたら、南野選手はこうムービングタイプなのであれですけど、鎌田選手あと上田選手が真ん中でドンドンといてくれるから、相手の選手たちもこう真ん中警戒しなきゃいけなくなってきたんですよね、ずっとね、かなりね、でそれで相当が相手を主に相馬選手が結構仕掛けることができてたなとか、うん、最後の方になってきて山根選手がね、なんなら最後フォワードの位置まで行ってたみたいな話ありましたけど、うん、 そんな深い時間でしたっけあれ、うん、そんなことがまあ起こったなっていうのが、うん、まあありましたね、あの流れは変えられてたってことですね、そしたらそうですね、うん、それはできたんだなっていうのはすごく感じ、なるほどなるほど、ましたね、なるほどね、
なんか前線メンバーやっぱり競争意識を僕は植え付けられてたんじゃないのかなと、うん、あまあそれはすごく大事ですもんね。うん、あなるほどな。最後まで要は本番までどういうコンディションでどういうメンタルでチームを作っていくかみたいなところですもんね、うん、そうですね。あ、まあ、だからその試合をね終えてああだこうだっていうねお気持ちもあるでしょうし、うん、あれはまるであれは罰だろうとかあれを罰と言えとか、うん罰と言わなきゃお前らが罰だろとかもう重々わかるんですけど、そんな話をするつもりはなくて。ない。ね、狙いについてちょっと聞きたい。そっちの方がどう考えても大事ですからね。うん、だからね、この大事とかも言わない方がいいですよ。それ大事じゃないとか言う人いるから。ね、もうそれ意見はないです、我々。そんな、わかんないです、そんなの。現場の人じゃないんだから。ね、そうなんだよ、ね。血液検査の結果も知らないんだから、我々はね。血中濃度とかのね、ことで決まってることもあるわけだからね。そんな分かるわけないんだから、それね。そもそも芝踏んだことないからね。そうです。あなたたちも、どうだ、ほとんどそうでしょね。俺にとってスパイク履いたことじゃないんだから。楽しく喋らせていただいてるんですよね。本当にね、ありがとうございます、いつも。ただ、だけど、俺は心配だったのは日本じゃないっすね。うん。俺、やっぱ、調べてるからもそうなんですけど、うん、ちょっとエクアドル大丈夫本当に本大会勝ち点取れるってのが不安になりました。なるほど、うん。エクアドルはそう、確かにね、形を作りたいというか、なんか、ここテストにもなってないようなね、どうなんですかわかんないですけど。これは僕だから、皆さんも覚えておいた方がいいっていうか、うん、まあ、当たり前の話をちょっとしちゃうんですけど、うん、あんだけビルドアップ動かないっていう風になると、うん、動けないですよね、誰もね。うん、そうですね。うんうん、なんかちょっとポーランド戦すら思い出しました。逆ポーランド戦。まあでもそれだけ睨みが効いてたっていうね、パソコン切れてたってことは一個良かったですよね、日本はね。だから日本はもともとほらボールの扱いに長けたチームって言われてたじゃないですか。それがボールオフザボールのところでこんだけできるようになってるっていうのが、うん、森保ジャパン、ハリルジャパン期あたりでのやっぱ良かったものじゃないかなと思っていて、ね、もちろん点を取れれば一番良かったですよ、ね、まあね、うん、それはもちろんそうなんだけどって言っとかないと書いてくるからさみんな。まあそれは当然そうですけどね。そうなんですよね、うん、あとだからシュートしろよって目線もあるけど、ただ逆にね、そのシュートしてたエクアドルは枠内に正直おおよそ行くとも思えないようなシュートがね、雨あられでしたから。そうですね、うん。そうなると勝手にね、いわゆる日本ってその相手のビルドアップを潰し、相手が結構ガツガツ適当にこう攻めてくるもんだから、うん、それのおかげでね、自分たちのボールにできるっていう、結構自分たちのやりたいね、奪い方でできてたっていう流れがすごい続いていたので、それは効果的だったなと思いますね。はいはいはい、ローせずというか、ね。まあでも何にしろシュミットさんがそこで止めてくれたらでかいよね。でかいね。結果的にね、1-0 負けました。試合もなんとなくね、こう停滞した感じでした。結果負けてますってなって次を迎えるよりね。そうですね。よかったなとは。このチームの雰囲気とかね、なんかいろんな意味でよかったですよね。そうですね。そしてシュミット・ダニエルという男が日本代表としてなんか今日、なんか一つ階段上がった感がね、上がったよね、株を上げたとはまさにあのことですね。あ、間違いないよね。試合終了の瞬間ガッツポーズ、やっぱりああ競争してんだなっていう感じしましたね。しましたね。ねー、そうですね。ねー、うん、ちょっと僕はやっぱね、出身仙台だ、まあ、ね、シュミット・ダニエルに関してはね、たまたま学校も同じだってのもありますけどそうですね、これはあるけど、やっぱね、シュミット・ダニエル、板倉コーっていう二人がワールドカップに行くんじゃないかって流れがちょっとやっぱりすごいなと思っていて。どういうことですか？あ、ベガルタ仙台です、ね。あ、仙台が先生、出てきましたね。ありがとうございます。澄んだなハートが、出てきたわけですね。そうですよ。そういうことですよね。まあ、何にしろこの、今後の、うん、なんかこう、語り代が増えたなっていうのは、まあ、そんな9月、いい悪いじゃなくね、これね、我々何も判断しませんから、今悪いも、ね、言える立場ないですから、これ重々言いますけどもね。そうなんだよね。そうね。だから、うん、まあ、ね、これを持った上でのただ選考終了ではないから、うん、そうですね、10月ね、まあ、次の試合はもう皆さん多分10月になると思うんで、うん、まあ、10月それぞれクラブチームに持ち帰って、まあ、それをね、宿題というか。ですね。課題解決どうするのかってことも見せてくれるでしょうから、うんうんうん、そこがちょっとまあ注目ポイントにはなりますね。ですね。うん、いろんなバリエーションが、うん、あらーなということで、あらーなー、ゲームやる人も楽しいでしょうこれね。
そうでしょうね。中盤の形試しちゃおうかなみたいなね。いやそうだよね。それちょっとやってみたいですよね、これはね。そうだね。なんつったってFIFA23も出ちゃいましたからね、これね。あ、そうなんだ。そうなんですよ。みんなやってますよ今ね。そういうことですから。そっかそっか。あ、ワールドカップモードとかも、ね、出てきますね。もうやりまくってますか。ワールドカップモード後から出るみたいですよ。追加コンテンツでね。やっぱ出るんだね。そういうことなんですよ。ね、なるほどな。ね、いや秋はいろいろ美味しくなりますけどね。私も花粉症の薬を飲んでますよ。うん、秋花粉。早いんだから私。豚草も早いっつってね。うわうわうわ。なんとなく飲んでますけどね。アレグラ、アレグラ代がかさみますよこれ。アレグラ諦めるかカタール諦めるかみたいなね。いやー怖ー。本当ね。へー。クラウドファウンディングでアレグラくれないですか誰か。どういうことだ。選手って花粉症とかどうなんだろうね。あ、聞きたいっすね。薬とか飲めないでしょ。そうだよね。でも欧州組とかも花粉症とか忘れてんのかな。あー。もう花粉症ってあんまないよね。日本にやっぱり非常に杉が埋まってるとかっていうもんね。だから急に海外行って動き良くなる人はもう花粉症だったんじゃないのみんなあれ。あ、ゆるあ、ご親切。これはコミュニケーション力がどうとかね。もともと海外志向だったとか、語学がどうとか、その全然関係ないとか。花粉症だったんだと。それを押してプロにまで、J リーガーにまで成り上がった男が、花粉から解放された瞬間も世界で躍動しとるんやと。なる、いるかもしれないぞ。そう考えたらすごいですね、先生ね。そうだね。もう、グラス号が最高なんじゃない逆花粉症には。ねえ。っていう。セルティックだな。っていう案もあるんじゃないですか。なるほどね。なんなら体からアレグラ出てくるんじゃないですか逆に。それを煎じて飲みたいですね、私ね。いや、そうだね。なるほどな。言うとりますけども、ね。ライブがありますね。ミッシーさんにね、このクラシリーズの話を聞きましょう。聞きましょうね、そしてまたね。ここの選考の話。やっぱりそういう現地話とかいろいろ入ってきてくる、ね、教えてね、あるでしょうし。あとは J リーグ終盤戦の話とね。そうですな。いや、そっちですよ、そっち。とりあえず、ね。まずそっちからだからね。これ、まあ、一個クラシリーズのお楽しみが一回終わりましたと。うん、はい、今度は J リーグ終盤戦昇格ね。そうだ、優勝、残留、プレーオフ。プレーオフ。ね、うん、言うてる間にワールドカップでございますから。そうだ。言うてる間にでも天皇杯やら。そうだ。ね、あ、だってまだ 2ヶ月後には、コスタリカ戦終わってんすよ、第2戦まで。いや、2ヶ月、まあ2ヶ月はそうでしょうね。まあそりゃそうだね。ね、だろうなって思いましたよ、今私。もうすぐって思ってますから。はい。そうだね、元気に楽しめるようにね。2ヶ月前はまだ E1 やってたんだね。そう。尽きない。楽しみは尽きない。CL も、ね、ブンデスもね、プレミアも続きますから、これ。楽しみでございますよ。楽しもう、楽しもう。あれぐらい飲んで、ね、飲みましょう、これは。頑張ろう。ね、はい。そっか。ジェネリックのやつが安いんだ。忘れてた。しゃー。今思い出してる。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。ジェネリック芸人でございました。そして。ジェネリックデータマンでございました。ありがとうございました。どういう意味なんだろうね。わかんないけどね。いい意味ですよ、これね。はい。じゃあ、また明日ね、じゃあね。毎日やってまーす。